Fire!
Fire!
Fire! Fire!
Hold on.
Fire! Cannon fight!
Fire!
Hold on, hold on, hey! Hold on, fire! Hold on, fire!
あこれ入ってます？あ、あ、はい、あ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 、なんか、あ、はいはいはい、あ、あ、あ、ないパターンですかね。あ、そうですね、お疲れ様です。お疲れ様です。セロテープとハクです。はい、今日は1ブロック3名で2ブロック、はい、1ブロックごとに総当たりをして、はい、優勝というか1位抜けした2人で決勝3先ぐらいで行ってみようと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、じゃあもう時間もあれなので始めてしまいましょう。第1試合、エクスパーさんと破天荒さんですね。はい、お願いします。あ、参加費ですね。参加費集めます。今日の感じだとですね、普段のぐるぐる形式とは違って2つのブロックでやります。で、 A ブロックがエクスパーさん、破天荒さん、セロテープさん、 B ブロックが私と、ドカンタさんと大地さんですね。で、まずはエクスパーさんと破天荒さん、リュウリュウ。おっと、珍しくエクスパーの開幕バックジャンプをしない。龍龍は何かあるんですかね、セオリーっていうか、本人のなりの前は龍龍…そうですね、そうそう、開幕バックジャンプしてもあんまりいいことないってさすがに分かってるんですかね。そうですね、そこは…結構あれですよね、本人キャラごとに動き決めてるとこありますよね。おっと、ダッシャー。やはりダメージソースに真空を持ってくるのが、そうですね、セオリーであり、さあ最後だけ飛んでいる。エクスパーは必ず当てたい真空ですよね。ガードでもいいから。そうですね。勝利で受ける。あと早く使ってもう1回ぐらいの感覚はやっぱりいつも通りといった感じです。そうですね。さっきまでバルシムを使ってたんで、なんか今竜がなんか解放された動きというか。逆にうまい。下段。エクスパーがリバサの勝利を仕込む。じゃあ仕込む。入れるのを読んで下段入れたんですね。出る。これは間に合う。出す、はい、2人とも出すんですよね。で、これは次側が結構さまっている。あー、つまっている。飛ばれてる。続きまして、セロテープさん。これ僕、このブロックなんですけど、ザンギでいいんですかね。あ、どうなんですかね。続きまして、セロ様のラウンド1、ファイ。はいはいはい。あー、 DJ にやられちゃう。 DJ ずっと中継やってる。続きまして、破天荒さん対セロさんの残儀なんでしょうか。ガエルか、ホンマか。残儀だ。破天荒さんが押している。おっと、誘って安全行動すかそうとしたが、ダイヤシーク見ている。しかし、テコさん結構冷静に守るタイプなんで、どこで狙っていくかですね。ダブラリが当たってしまう。勝利を出したが入る。あーっと、投げ入るじゃない、スクリューでした。開幕は8コパン振っている。8コパンはあれなんですか、波動が止まるんですか。あっと、ピョってしまう。
はい、あ、三段。いや、よかったか。ダブルアイ当たる、これが怖い。あっと、ミスったか。これで破天荒さん、バンディングスクワルだが、また当たってしまう。ここは出す。あっと、さすがに、さすがに。ザンギーのこのプレッシャーがおっと知ってた。じりじり近づいてきて画面端が迫ってくる。こうなると球が打ち、おっと投げられて受け身は取っている。あと詰まったが投げられ、あっと、あっ、あっ、ちょっと遠かったか。あ、ファイナルフェイクアトリックマスターミスりましたね。いや、すったあれ、そうですね、画面端でピオカくんの時にジャンプダイパンで高めで飛んだのはザンギのあの、あれですね、お箱ですね、あれは。そして続きましてエクスパーさん、結構やっぱのじ合いでよくやってるのを見るんですけど、やっぱまか不思議なムーブに結構苦戦してるところはあります。おっと後ろで当たる。たまにあるんですよねこのゲーム。おっとこの距離はダブラリが当たってしまう。直ですって竜巻読んでいたが投げられる。この竜巻がなんかわかんない、読んでても投げられちゃったりするんですよね。このいつ打つのかわかんないシンクが怖い。あーっと高めからずずしく投げる。あれ真空とか勝利とかあるからなんかやりづらいですよ。おーっとじりじり詰め寄って投げて、おー勝利出す。あーっと今ダイエットボールから勝利当たってしまう。謎の竜巻、うわ誘ってる。これですよ。あとバックドフライが謎、竜巻がこれがムカつくんですよね。おっと山本さん、お疲れ様です。あの意味不明な竜巻、竜巻ですよ。そこで出すんかいってところ出しますよね。やられましたね。しかもなんかそこ張ってても食らっちゃうような技なんで、ね、なかなか。というわけで、A ブロック抜けたのがエクスパーですね。はい、続きまして B ブロックが第一試合が私かな、ハッさんですね。はい、お疲れ様です。山本さんですね。はい、山本です。どうも。今来ました、はい。今日はちょっと特殊的なルールで。はいはいはい、はい、2ブロック総当たり、ブロックごと総当たりの。なるほどなるほど。普通という感じで。今1ブロック目が終わったところです。今日も、A ブロック、B ブロックでやってるってことですね。そうですね。で今 B ブロック。2ブロック目が始まって。たくさん対ドガタカナトですね。そうですね。たくさん仕上がってますね。いや、先ほどまではエクスパさんとダルシムさんだけやっていたんですが、エクスパさんだったんですね。そうです。なるほど。男気のあるエクスパさんがですね、さすがですね、川島が来れないなら俺がと。なるほど、はい、ちょっと初め事情を説明するのに時間がかかったんですが、はい、さあ、これは圧勝といった感じ。圧勝ですね。あれ、そうすると俺か。さあ、よどみない動きで1勝目を挙げました。ありがとうございます。なんか弱キャラじゃないですか。はい。でも思うにキャミって道着とかで使ってわかるんですけど、はい、慣れるまでは一番強いまでありますよね。あ、まあフーリガンっていう技が、はい、あと中足の速さと中足と足も速いし、
なんかあれっすよね、アローとかも急に飛んできて慣れない感じあるし、そうね、それで油断じゃないけれども、まあ、あれも張っててガードするというのもなかなか、そうですね。続きまして山本さんと土方さん、土方さんはチュンリー戦はどうなんですかね。山本さんでも竜使えるので、おっと背中蹴り、あれは勝利出たら痛い、あーっと線でねじ込む。山本さんのタイプはあれですね、やっぱ強いところを押し付ける行動がうまいので、まあ、そうですね、やっぱり初心者の方は結構、あ、そうですね、誘いたいところですけどね、はい。高め、大一般、三段下がってる、ファイヤー、おっとこれはもうあれか、あ、勝利出した。今の場合はどうなんですかね、アッパーの方がいいですかね。あのぐらいの前そうかもしれないですね。さあ、ここからラウンド取っている、取り返した。ああいう細かいところは分からないんで、はい、いや意外とまだそのじっくりした立ち回りでやっぱりベテランに勝つのは厳しいので、そうですね、でも上手いですよね、ドカトさんは。そうですね、この背中蹴り、ずずしく投げに来たが中央しい、でもガードしてる。おっと投げて、これは分かんないですよ。山本戦列が来た、持っている、持ってる、あっと今投げられて、行ったところ、あータッチシューパー、惜しかった。さあじゃあ山本さんとブロック決勝ですね。さあ、B ブロック一勝同士で決勝で当たっているのがハッキャミーとほぼ山本俊二、開幕フーリガン、サナリフーリガンですね。さあ次のフーリガンでペクキが入って、ホットに技投げ、さあこれでキャミー側はあんまり無理をしなくてよくなった。投げてスパコン出ている。1はかかったハッキーキャミー、フーリガン、フーリガンついに来たか、さあフーリガンで引っぺがして、今度は正面投げる、もっと受け身で生きている、さあ壁まで詰めて透かして裏に落ちたんですが、投げて決勝戦はハッキーキャミー。さあじゃあ決勝は三先でいいですかね。はい、エクスパーさんとハクさんでじゃんけんで一応コンパネ決めたら、いやーなんか面白いことになってますね。はい、あじゃんけんで、ちょっと山本さんも来たばかりで野次屋もしてないですからね、はい、まだちょっと温まりが、スリースリー、はい、決勝3先でハクキャミー対エクスパリュー。さああれじゃないですか、先週の、はい、なんか適当にバイソンとかやってたから多分1週間以上チュンリーやってないですからね。そうですね、久しぶりのチュンリーはどうでした。いやー、安心感ありますね。中パンチを押せばいい感じだね。中パン主体で。そうですね。お、さあ、端から逃がして裏でちょっと足首だけミスったが、これは体力、まだ安全圏とは言えない、一発入れれば勝ちですが、さあ後ろからあれ上手いですね、竜巻に対して。そうですね、上手い人はやっぱり裏落ちに対して振り向きなんとかっていうのを結構持ってますよね。ジュニアの振り向きビンタとか結構使う人いますけど、はい、さあ竜巻、見えない竜巻ですね、先ほど自分までやられました。なんかハクさんあれですね、見てるとこうダメージをもらったものの、はい、連続してもらわないみたいな、なるほど、周りにいる感じがするんですよね。そうですね、さあ、1本目は三先で1本目、ハクさん勝利で2試合目ということで、さあ、エクスパーさん頑張ってほしいところ、久々のデイトナ式なので
エクスパーさんにはね、やっぱね、デイトナー式の神がついてますからね。チャンスファイト、めくりが見えないところ、ちょっとキャノン見起きた。しかし、そう、あれは重ねちゃいけないんですよね。しょうがないっすよね。しょうがないけど、打っちゃダメですね。足で打っちゃってますよ。そうですね。気づいた時にはもうハグって打ってますもん。スパコンがない時ならば重ねて、ね、有利が取れるんですが、あれもできる人からするとコマンドだけ入れて打つか取らないか見てればいいんで。そうですよね、ボタンを、はい、そうですね。で、まあ、ハクさんは必ずやっているので、さあ、よりシンク。今のはキャミーのボディだとうまくいけば抜けることもあるんですが、はい、今レバー前に入れてたんで、貫通すればダウンしないでそのままリュウ投げちゃうとかいう、そのまま勝ちもあったんですが、ザンギーフだとレバー入れ頭突きを出すとシンク全部抜けたりするんですよ。あ、そうなんですか。はい、より超える。はい、ただそんな密着でシンクをザンギーに打つ人はいないので、ね、あんまり使い道はないんですけど、そうです、そうです、もともと近場だとダブルに抜けられるからあんまりシンクの卓にならないんです。さあ、キャミー2連勝。2連勝でハクさんがリーチをかけてしまったところ、まだですね、まだですね、ごめんなさい。ラウンド1ファイト。スパッと開幕飛び込み3ダウン、ミチョン3ダウンです。一気に押したいところ、ハクさんは投げる、シンク着地で食らう、あれ、ダイブシンクですね、今。着地見たってやつですね、多分。ですよね、はい。さあ、残り強くて打っていった、ファイヤーですね、一撃のところでお互い行動が試されるところ。今日は中級戦もそうでしたけど、やっぱりキャミーやるときは地中パンチなどうまくいってますね。牽制なのか当て行くのか分かんない人だと思うんですよね。あ、でも牽制だと思いますよ。あ、そういうことですか。はい、本体に当てるならばやっぱ中足とかが長くて下段なので。ファイナルラウンド3ファイト。さあ、今解説がありましたが、歩くとき前のめりになっているチュンリーを止めるために、なるほど。じゃあ当ててもいいし、当てなくてもいいし、まあそうですね、当てたいけど、まあ、ですね、中攻撃とか中攻撃の勝ち進行なんかもそうですけど、やっぱりまあ相手が動いたら当たるみたいな動きがかわしますね。さあ、おっと、第5つさあ取り返したぞ。第5つシュワシファイヤーだったが、さあ上がったっぽいぞ。さあ、ここへ来てまさかのエクスパー巻き返しと、最終ラウンドで巻き返す。さあ、まだ簡単には負けないと。さあ、色を変えて、さあ、今の受け悪い、逆に出ていた激しいタンカラーだ。あ、一番うまい、もっと繋がっている、あんなん繋がるんだ。立ち中しゃがみ大キック、置き立ち中でしゃがみだよ、そうですかね。そうです、あんなん繋がるの初めて見ました。埋めたのかな。そうですね、ですよね、はい。さあ、投げて、投げて、キャノンで暴れを見たが暴れていなかった、投げて、さあ、勝ったのはハッキャミー。勝った、勝ったな、ハッキャミー。おめでとうございます。やっぱ仕上がってますね。そうですね、よどめのない動きで、はい、ちょっとお話伺いましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ざす、あれ、明日でしたっけ、はい、あ、そうですね、明日出先で、ね、中部の教授さん、なるほど、はい、先週もハクさん優勝してるんですよ。あ、そうでしたっけ。あ、先週自分帰っちゃったんですよね。ハクさん帰られたんで気づいてなかったかもしれないんですけど。あ、そうですね、でもツイッターで見ました。そうですね、一番連勝数多かったのはハッサンということで。ありがとうございます、まさか。いやいやいや、実はですね、あの時
もう体力なくてやばいっていうのを金子さんのところでブッパでキャノン打って、はいはい、あ、キャノンじゃないな、スパコン打って中足出してたんで勝ったんですけど、そうですよね、あれ刺さってなかったら負けてたのかなっていう感じはします。でもまあ、なんかキャミー結構爆地なとこあるキャラなんで、そうですよね、あれ結構爆地で勝った感じですよね、はい、まさか中足打っているとはっていうところ、まあそうですね、あれ助かりましたね、金子さんが確か2位、うん、あ、じゃあ2位だったかな、多分金子さんが2位だったんで、あそこで自分が負けてたら、そうですね、はい、負けてたかなっていう、そうですね、今回も勝てて、最近メキメキですね、その前も確か優勝してるんですよね、なんか、はい、最近なんかいい感じです、うん、実は今年入ってからいいかもしれないですね、うん、連続で結構、まあ、はい、攻めるキャラじゃないですか、で攻め、まあそうですね、攻めてるふりして、そうなんですよ、攻め返したのを見るっていうのがすごい最近練習してて、そうなんです、特に竜とかチュンリーとかは足速かったりとか急に波動飛んでくるキャラなんで、そこが結構課題なのかなって思ってます。そうですね、うん、いや攻めているように見せかけといてっていうところは、そうですね、今日気づきましたね、はい、それで、はい、やる様子見てますねっていうところは、でも固まったらすかさず投げるっていう、なるほど、そこですね、そこに尽きると思います、キャミーは。じゃあ、あれですね、似たタイプのね、セロテープさんとね、やっぱやっていただくしかないかなと思いますんで。いやセロさん強いんで。いや、残機結構苦手なんですよ自分。あ、怖いですよ、ね、怖いですね、うん、近づいたら怖いですもんね、はい、いやというわけでね、はい、もうね優勝ということで、ありがとうございました。明日頑張ってください。頑張ります。え、応援しております。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、配信台は、まだまだやっていきますが、今日も、番外編式の梅雨空、はい、あれ俺は男だみたいになってますけどね。それ男大空ですよね。ですね、なかなか分かりにくい、ニョロニョロ編みたいなね。まあまあ、男大空でしたっけ、最後石油掘りに行っちゃうの。男だとは学生ですよね。元は学生、学生編の、はい、いや全然今出てこなかった。なるほど。さあで配信台の方ではまた明日に備えて、あれですね、トレーニングモードになってますね。この組み合わせでダルシムの練習は正直ね、助手席ダルシムの方いますよ、よく見たら。あれ、お、なんか来ましたね、ダルシム強い方いますよ。お、ここに来て、まさかスパーリングパートナー名乗りを上げてくれると。いや、わかんないです、トイレ借りに来ただけの可能性もあるんで。え、それはひどいんじゃないですか。いや、なんか他芸ちょっと100円ぐらいやって。それはひどいんじゃないですか。さあ、あれでもお相手の方もそろそろ来てたりするんじゃないですか。どうなんですかね、明日いつかに来るのか。なんか今日普通になんかご飯食ってるツイートとか。あ、なるほど、サーモン飯。はい、得意のサーモン飯かね。いや、わかんないですよ、写真だけ撮っといて時差で上げといて、油断させといて。あ、なるほど、そういうことですね、はい、いやー、アニケイさんとの実際も面白かったですね。なんかあれを見てると、うん、なんか油断するという。あれでも、え、こんな感じみたいな。あれ、これ見たらちょっと対策になるかもしれないと思います。いや、なんか、え、あれ正直ちょっとね、なんか動画側がテクいことしてたっていう感じで、なんかちょっと、そうですね、あんな、そうですね、あ、そう、なんか、本庁から死ぬとかそういう、ホンダの勝ちパターンとかそういう感じじゃなかったんですよね、なんか解説の方もしたんですけど、愚直な頭突きが当たるみたいな。そうですね、飛んでるとか。まあまあ、でもあれですよ、動画としては楽しめる動画だったんで。あ、これあれですね、ちょっと、はい、あ、はい、さあ雨の中まさかの香川のね、はい、北さん研究所の方々、はい、これあれですよね、はい、言うたらあれですけどね、表示とか見といた方がいいんじゃないですか。なるほど、この配信見といた方が。そうですね、予習になりますからね。何もなります。逆にダルシムがここであれですよね、その中部勢、それとしてもう教授 の、 そのネットワークというか、こういう関係がね、うん、でも今式の配信見ると、ハク君のキャビンいいらしいよみたいな、見えるよって、ダルシム戦の時見えるよっ て、 って、一緒に来てらっしゃるチュニーの方も、確か、ダルシム使
える感じだった気がするんですよね。そうなんですよ。いや、一緒に来ていただいて、チュンリーで有名な方も。チュンリーで有名な方、え、何ですか。喋れる人が、まあ、我々ね、そうなんです。どっちも得意じゃないけど、ですからね。これでもマイクオンにしてるとちょっとお二人が反省会っていうか、その反省トークした時に拾っちゃうかもしれないんで、まあちょっと、はい、これ本当にサービスなんで、パッと今ユンピョを使ってきましたけど、これ多分教授ムーブを取り入れていってる感じじゃないですかね。の留川さんの立場じゃないかな。なるほどなるほど。教授はこういうこともしてくるよ的なね、うん、手前落ち下段とか、そのファイアウト落とすスタイルは教授そこまででしょっていう、教授がやりそうムーブをしてる感じがありますね。あの比較的きっちり定まったことを繰り返しやるのが、はい、なんていうでしょう、好きなタイプな感じがしたんですね。見た時に教授の戦い方を見た時に、なんかこうやっぱなんか誰しもにたまにいるタイプで、やっぱりちょっと攻めたいみたいなね。うんうんうん、そうですね。行っちゃう時があるんですよね。そうです。でもそのドリルとかも結構強い技なんで、結構あの当たると下段になることもあるし、ピオリッチも高いし、ダメージもそこそこ大きいので、こうやっぱドリルでドコッといってダメージ取れると結構気持ちいいんですよね。イレギュラーになった時のそのね、巻き返しをどうするかっていうところだと思うんですよ。お互いなんですけどね、多分ね。ダルシマでも巻き返しを狙うキャラではないので、そうなんですよね。ダルシマというとそれよりは、さあ続々といろんな人が来てますね。すごい人しか来てないぞこの辺、はい、さあこれは A が4つある人も来てしまった。さあこれはあれなんですかね、第3疎通を波動を増やしてもらえるとありがたいんですが、どうします。4台、今のところ4セット、はい、というわけで増大ということで、僕ちょっと乗り合いしていきたいんでいいですか。そうですね、僕もなんかまあグダグダ話してもあれなんで、はい、はい、で、ね、画面はね、有意義なのを流してると思うんで、そうですね、ぜひぜひ興味のある方、明日現地に行かれる方や配信見る方も、はい、直前の我らこんな感じだよっていうのが、ね、うん、仕上がりは、ね、我らが式勢のね、式勢で会ってる、一応ハクキャミーの動きは今こんな感じですよと。そうですね、式でも一番と言っていいぐらいやる気があるし、そうですね、一人を争う若手勢の中でもかなりやる気勢の、そうですね、ハックがどこまでやってくれるのか、うん、セコンドがすごい人ついてる、これね。そうなんですね、明日確かジャイムのハック側に、関東のダルシム使いは基本的にそう、練習とかしたからやったり、なるほど。で、中部勢が教授をセコンド、はい、同じキャニー使いだからキャニーを応援するのか、それとも、はい、逆でスパーリングパートナーを務めたから、あーなるほど、みたいなパターンで、うん、ジャイダルさんとかはスパーリングパートナーを務めたので、はい、ぜひ勝ってほしいみたいな。なるほどな、教えることは教えですね。こうだね、やっぱ教え子ですからね。さあ、だがこれがまたね、ダルシムもいろんなことができるキャラなんで、さっきのエクスパーさんが言ったところ、はいはい、めちゃめちゃドリルで突っ込まれて、最終的にドリル張ってればドリル落としてるっていう、なんかね、はいはい、ダルシムが飛ぶのを待って落として勝つみたいな話があったんですよ。うんうん、それ本当はおかしいじゃないですか。ダルシムそんな攻めないですか。どっちかというとファイヤーをたくさん打つダルシムにキャミーがどこで飛ぶか、そんなキャミーをダルシムがどう落とすかのゲームなのに逆になってる。あーなるほど、ダルシムを落とすキャミーみたいな、ちょっと逆ですね、玉出しキャラが玉ありキャラが飛ぶのを待ってるという変な感じなんですけど、構図が逆ですね、はい、なんですけど、なるほど、スタイルからするとその対応でも練習になるのかなみたいなところもちょっとね、あ
るほど。なくはない。まあ、引き出しは広そうではあるんですけどね、教授もね。あー、そうなんですよね、なんか、うん、ダルシムのことは詳しくないんですが、そうですね。したいキャミーなんですが、近づいた時の暴れ方も、はいはいはい、そうですよね。今のバックジャンプドリル、うん、あれもかなり強い行動なんですよね。あれね、別にドリル出さなかったら結構な離れる具合まで行っちゃいますよね。追いかけれなかったりして、まあ、空中で軌道が変わるっていうのはこのゲーム結構強くて、うん、この技を落とすのが今のゲームで空中で軌道が変わるというのはかなりの強みなんですよね、うん、そうですね。それができるのって空中竜巻とドリルとあとコンドルダイブぐらい、うん、は飛んだら普通にその一定の軌道でしか落ちてこないので、はいはいはい、そうですよね。落ちる位置がもう決まっちゃうと、飛んだ瞬間に。なるほど、なるほど、はい、ゲーム的には空中軌道技は強いぞ、別に一つに限らず。キャミーもね、他のゲームだとキャノンストライクとか言ってね、あ、頂点からいきなり降ってくるとか、あと雷撃襲とか、スト3の雷撃襲とか、ユミヤンが使えるんですね。お、知らないですね。キャミー、あの、上からキャノンスパイクするやつですよね、あれがスト4で。そうですね、スト4とかで。あれとかも強いですし、やっぱり、放物描くと思って待ち構えてるところに軌道が変わるから、で、ダルシマドリルの場合、バックジャンプして、後ろに下がってるところから追いかけたいところに今度逆に前に行くみたいな。それは、あれですね、使うともう食らうしかなくなっちゃいますもんね。空中だと食らいますし、地上でも結構ね、当て方でこう釣りがなかったりして、そう、しかもドリルがこれがね、角度が3段階あって、自分で選べるっていう。ああ、そうなんですよね、はい、弱中強で変えれるんで。おまけにヘッドもありますからね。はい、さあ、じゃあ、どちらに我々も押しに行きますか。はい、そうですね。はい、はい、じゃあ、あとは配信が続きますので、はい、画面でお楽しみください。楽しみの方は楽しんでいてください。お願いします。